いつまでもくよくよ考えるなよ。ベストを尽くしたんだ。そうだろ。そのつもりでお前の許可はもらったよな。いいからちょっと待ってくれ。ところがまかりならんときたぜ。管理課の連中だよ。相対やマイナス評価にすると抜かしやがった。息子の扁桃腺の手術にも付き添ってやらないのか。そばにいてやると約束したんだよ。俺が行きますボス。あ、すいません、ついドジはしません。任せてください。だって車じゃ時間かかるし。そうだろ、間抜けなのはあんたの方だ。なぜ女を殺さない。殺すのが仕事なのに遠くから見てるだけなんてひょっとして変態じゃないのか。どうだ。よし、だから数字はいいよな。人間は嘘をつくが数字はつかない。でも人間は。そう、その通り。何か聞いてもええって言ってみたり、いいえって言ってみたり、あやふやだ。当てんなら数字は違う。コンタスさんは。そう、答えはある男と約束したとする。でもそれを忘れてバックシートで女とイチャイチャってこともある。この点数字は当てになる。それを分かってない奴が多すぎる。要するに俺はいい子だ。俺は正直者で友達も大勢いる。それが分かってりゃオタクもレオンに逆らうことはねえだろ。時期がまずいよな。お互いトラブルを抱えちまってる。オタクは馬さんがこけて借金を抱え、俺はイカれたイタコに狙われてる。わけは聞くなよ。飲み屋なら誰でもやってることで怒る方がガキなんだ。くだらない新聞でも魚を包むには役立つだろう。僕は批評家の意見を聞くつもりはない。自分の作品は僕が一番よく分かってる。作家は本能で書き、本能で分かるんだ。何が傑作でダサくか、それが分からなくなった。ただ演劇を変えたくて。ガーランド、僕の居場所はここだ。それにやっと成功が手の届くところまで来たのに。エンライトがなぜそれを拾っと言ったと思う。ダサい男に見えるから全然分かってないな。この俺を、ハーバート・ステンペルを。昔は物知りだからってみんなが嫌ったが、今じゃそれが人気の元だから俺たちの人生は変わるんだぞ。テレビってのはグーテンベルグの印刷機以来の一大発明だ。俺はそのテレビの大スター。もうお前のお袋にもお袋の金にも世話にならずに済む。28にもなったんだ。親離れしろ。ニューヨーク、ニューヨークだ。去年の夏最高。シースタジアム行ったか。ああ、行こうよシースタジアム。俺はリムジンで乗りつけた。キャロルとだ、あの女だよ。ほらすげえ体してんだ。あれものすごい体だよ。いや、俺は可愛い可愛いプレゼントをこう横に置いといたんだよ、キャロルのために。あいつのことは大事に思ってるからね。もういいのか。手錠はよそう。あんたは逃げたりしないだろう。ロゴ、今はこれさ、ビデオゲームの時代だ。みんなギャングスターになりたがるんだ。高いんだぞ。いくらか知ってるか。さては買おうと思ってるな。ああ、通称ストライク。態度のバカでかい生意気な小僧だよ。ロドニーの店で働いていたんだ。去年までダリルと一緒に。今は外のベンチが島さ。てめえらが準決勝進出ってか。ぶったまげだねこりゃ。見てな、うちらが大負けぶっこかしてやる。よーく覚えときなよ、ヘッポコ野郎。試合中とっちらかってうちらに向かってはじきなんてちらつかせた日にゃ、その場でぶんどってその汚えケツの穴にぶっこんで引き金引きまくってずどい。うちの大学は学生選手を大切にする。だからやりすぎだと思って嫌にならないでくれ。で、おや、ユニフォームをね。これがテック大のやり方だ。愛を示す。隠さずによ。君を中学時代から注目していた。君のことを調べ、惚れ込んだ。君は素晴らしい。選手や生徒としてだけではなく、人間としてもね。うん。ムハメドアリのパンチより効くな。冗談だろ。15,000。呆れたな。それじゃ500は2,000になっても同じことだ。奴に弱みを握られるなと。いろいろ言ったが、お前は耳を貸さず全財産をかけるようなバカなゲームをやり、今度はそれにも懲りず、とんでもない借金だ。お前を見込んだからこそ、ポーカーのプロの生き方を細かく教えてきたんだ。だなことだ。今回は金は貸せない。ちょっと待った。誰がお前のことリーダーに選んだ。俺は俺に投票するぞ。車はどうすんだ。金なんかねえだろ。ワシントン・バーソロミュー・ホグワロップ、あなたのコーラより永遠の愛を。さあね、真似しやがって貴様。俺の身内から盗んでな。昨日のことでお礼を言いたくて。本当にありがとう。大事なものをなくすとこだった。君は優しい。で、9263日と4時間5分です。ここへは前にも一度、子供の頃このホテルへ来ました。両親が療養のために僕を連れてきたんです。その時も全く同じようなチェスの大会がありました。ショーン・アームストロング、公然わいせつ罪だと言っても、それは連中の言い分で、俺はただ立ってただけ。人前で始めたのは女の方だ。あんた、ただの無口か、それとも舌を抜かれたのか。こっちはよくあるんだよ。白人は汚ねえよな。人の国に行っちゃ仕事をかっさらってく。地元の人間はあんたらを誘拐するか殺すしかないだろう。だが俺みたいなカナダ人にはみんな目もくれない。暗殺隊はゲリラを殺し、ゲリラは兵隊を殺し、農民はその真ん中でみんなに殺される。だが俺らカナダ人はいつもほったらか。
証だ。人生最後の35年を過ごされました。私神出鬼没でして、エリオと申します。召使いです。ではお住まいにご案内します。さぞお疲れのことでしょう。神出鬼没ですから、こちらにどうぞ。靴下お取り替えのお手伝いです。おみやしのおぞましさに永遠にうなされるでしょう。嘘つくな、女を殴ったくせに。しかもそれを認めないなんてインチキなクズ野郎だ。ここにいるのは隣んちのやつに罵られたせいだ。お返しにポーチに靴して、あんた人見下してるだろ。だから罪を認めない、優越感抱いてやがる。まだだってよ、俺より下で。俺の小説を盗んだな。どうだ、どっちが知らなくても関係ねえ。こっちは分かってんだ、レイニーさん。あんたが俺の小説を盗んだって。だがこれは読んでるだろう。盗んだんだ。違うっていうのは勝手だが、こっちはそんなもん信じねえぞ。あんたと俺の問題だ。誰かを巻き込むような話じゃねえだろう。二人の問題なんだ。二人で話し合いや済むことだ。パパだってお前の生き方を理解してやりたいと思ってるんだぞ。でも簡単なことじゃない。本も読んだ。神父とも話したが、あの説教には我慢ならなかった。俺に見せつけて楽しんでるのか。話って地られないよ。よかったな、おめでとう。それからパートナーにも。それで相手は誰だ。失礼します。アメリカ貿易局ですか。衣類です。母も言ってました。ケツの穴も見ます。合衆国政府です。仕事を始めたばかりとか名も知られてない、ユーモアのかけらもないクソ野郎だと聞いていますから、間違いようがない。あなたが上司ならでは。いやー、元気か、サムだね。一緒に来てもらおうか。にお願いしているつもりですが。サム、前へ出て。14などビンゴ、連行しろ。プレイボーイ217というのは君の eBay ネットオークションでのユーザーネームだな。君は警官にこう言ったそうだな。車が変身したと。それ冗談だよな。どこまで話したんだ。君に全財産持っていかれるって。聞いたくないよ。君に任せるよ。こんなことしたら殺されちゃうよ。知ってるだろ、あの男の気性。この2年間で思い知らされた。大事なクライアントには違いないが、ひどい気分やで。いつブチ切れるかわからない。みんな恐ろしいよ、クライアントはみんな。ニューヨークポストを読みな。他の新聞社と一緒に取材して2時間前に帰ってった。テレビつけりゃどこでもやってるし、早起きは三文の得ってな。泣き言ならよそ行け。それなら転職を考えた方がいいぞ。最終日かもな。それがニューヨークだ。どこかの知事みたいに就任後すぐに辞任。切り口どころか中身もないね。容疑者は精神鑑定を受けている。外車は昨夜のビールみたいに生きてる時から死んでるようなやつだった。犯人と話してるのはニューヨーク市警人質交渉チームのカモネッティで、どんな状況。単なる金目当てか。金が届かなきゃ何かする。午後3時13分。線は通じてる。電話通じますかね。携帯で話せると助かるんだが。これは何。あ、商品現物取引。カモネッティ警部補だ。ニューヨーク市警の人質交渉チームの。今の状況について話し合いたいんだが、ミスターガーバー司令員だ。友達、お前のせいでセクター7が潰れたんだぞ。おかげでこっちはクビだ。もう機密アクセス許可も退職金も出やしない。お前のせいだ。そこの犯罪者の彼女もな、色気づきやがって。 NB1 はまだ生きてるって。何を隠してるのか知らんが関わりたくもない。じゃあな、バイバイ。忙しいんで消えろ。おお、私の力を貸してほしい。メガトロンに伝えろ、レッツダンス。あんた今エイリアンに関する重要な会議をやってるとこなんだ。悪いがちょっと席を外してもらえるか。同棲中か。わお、触るチャンスだったのに。戦う男は孤独なものだ。よくあんな車が買えたな。前はムカついたが、今はこのロシア人宇宙飛行士2人をとっ捕まえるぞ。いやー、マイバッハの走りはいいね。車はやっぱりドイツに限る。ドンデアイアモールアイトロール。そう、愛とは痛みを伴うもの。よかったら水でも飲む。そうだよ、ご主人は亡くなったって。結婚して何年。子供は6人。そうか。それじゃあどうぞくつろいで、急がなくていいよ。向こうにいるから服を脱いで準備ができたら呼んで。